水音切りは、音切り層か水音切り属の多年層。地下茎は対抗色で、匍匐し、分子して増える。茎は直立し、円柱型で、高さは50から100センチメートルになり、赤紫色を帯びることが多い。葉は耐性し、葉心は、肥心状長楕円型で、長さ3から7センチメートル、幅1から3センチメートル、葉先は、二分頭、傭兵はなく、 多少茎を抱く。縁は、全縁。葉は白みを帯びた緑色で、葉に明るい油点が散在する。花期は8から9月。茎先及び、各溶液に短い柄のある果ジをつけ、少数の花を煮付ける。花は、淡紅色で、直径約1センチメートルになり、午後に開き、夕方にしぼむ。学編は5個あり、卵状大型で、赤褐色を帯び、 縦脈に名線が走る。花弁も5個あり、瓦状に重なり、長楕円型で、長さ5ミリメートルになる。湯水は3束に分かれて9個あり、湯水の束の基部に3個の船体がある。花中は3個あって、理性し、互いに寄り合って直立する。果実は、果てで、楕円状球形になり、長さは10ミリメートルになる。種子は、黒褐色で、 丸みを帯びた楕円形になり、長さ1ミリメートルで、隆起した網目模様がある葉は木に美しく紅葉する。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、沼地や湿原に生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸、アムールに分布する。ありがとうございます。